今日、白山市の体育館で開かれたフットサル大会。6つの中学校から8チームが出場し、その中には今月17日から集団避難をしている輪島中学校の選手たちが特別に参加しました。試合を見つめるのは千原奈美子さん。息子の光学に会うため会場に駆けつけました。何日ぶりぐらいですか？10日ぶりですかね。10日、はい、なんか変わってないですね。変わりないです。午前中の試合が終わり、再会を果たします。10日ぶりのお母さん、どうですか？元気そうでよかったです。楽しい、うん、楽しい。そっか、たまには何て一緒にしようって欲しいから。寂しい。でも元気そうでよかったです。こちらは輪島中のキャプテン、船板楓くん。集団避難の後、全員が輪島に戻れるかわからないため、これがチームでの最後の試合になるかもしれません。試合を見つめた楓くんの母、ちか子さんら保護者には思いが込み上げます。メンバーで試合する最後なのかなと思ってくなって、もしかしたらね、みんなバラバラになっちゃうしね。思ったらちょっと涙が出ました。集団避難は少なくともあと2ヶ月続きます。